松田先生に聞きたいというニュースが出てて、今日のニュースですね、宇宙人は100%地球にいると、スタンフォード大の教授がおっしゃったと。なんかありましたね、そういうニュースね。おお、ありましたね。スタンフォード大医学部のゲイリー・ノーラン教授、医学病理学が部。専門だが UFO 研究家としても知られている。怪しい人やな。あ、そうか、物理学者じゃないんですね。どういう視点何の？学者ですか？あ、医学部？医学部の教授っていうことです。で、主張内容は？主張内容はですね、何かの対談で、ソルトアイコネクションズっていうので、ザ・ペンタゴン地球外知的生命体墜落した UFO というタイトルのセッションで、対談する形で、その対談の中でですね、地球外生命、知的生命体が地球に訪れたことはあると思いますかって、対談者から聞かれたときに、これ、モデレーターですね。その先生は、それよりも一歩踏み込めると思いますよって。で、単に訪れたことがあるだけじゃなくて、地球には長いこといるし、今もいると思いますと。今もいる。それ、どんな姿でなんですか？タコとかイカみたいな姿で見つかんないように隠れてるのか、人間に化けている、その辺にいるのか、どうなんでしょわう？かりませんね。ここイーでロン・は。マスクですよ。で、確率どれくらいかって言ったら100%って言ってるんですね、この人。見たことがあるってことですかね。ナンセンス極まりないね。もう一言でナンセンスで終わりです。終わりですか？その証拠は何ですかって聞かれたら、政府が何をしているか見ればいいと答えたというらしいんで隠すしてるっね。てそことれですはか？もう、いわゆる UFO の陰謀論者陰と謀ね、論ですいかな。に大学教授といえどね、それはもうナンセンス極まりないよね。もうちょっとありますよ。知的生命体は自らが物理的に地球にいる危険は冒さずに、ドローンとか高度 AI とか何かしら仲介となるものを地球に送り込んでると。でもで、人類観察したり文化に影響を及ぼしたりしているというだから説明がありま自すね。分の星があってそこに安住しててすごい遠隔でってんだったらあるかもしれないですけど、生命体が地球環境にだから今の部分見ると、生命体自体がいるんじゃなくて、何らか別の形で、観測しているっじてことゃあみ見たついかな。らないように機械を操作して、なんか人が見てないところでこそ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 活動してる可能性はある。可能性じゃなくて100%だと。その証拠っナていンうのセンが、スで米す国よ。政府の今の動きを見る限り、もう明らかだということに変わる。説得力ねえな。だけどね、この米国政府の動きって、我々もともと他国ですから、疎いのもあるまあ、し、そうかもししかれないもです。内部の情報、もし、よく知ってるんだったら、内部情報ね、内部の秘密情報ね、知ってるんだとしたら、ちょっとあれですよね、我々には判断できないいとやー、ころにナンありセまンすスよです。ね。まあ、その点のね、話とか映画とかいっぱいあるわけよ。いちいちそんなん信用してたらね、たまりませんが。今回だからなんかまたニュー、ね、たまにこういうニュースありますけどいや、ね。もうしょっちゅうありますよ。しょっちゅうありますだから今回珍しいのは、大学教授ともあろうものが、そういうしょうもないことを言ったという、そこがニュース価値があるところであって。だからそれ逆に言えば、大学教授ともあろう人が言ったんだから、ちょっと今までとは違うかもしれない。大学教授と言ったって、そんなもんピンからキリまであるんじゃないよ。だってね、僕はね、理事科学批判やってるんだけど、結構ね、相手は大学教授ですよ。これはだけね、ど、今みたいな UFO みたいな話じゃなくて、これはまあ僕の言う間違った科学なんだけど、ようこんなアホなこと言うなって、大学教授がって思う人がね、何人もいたわけよ。だからね、大学教授だからってね、信用できるなんてこと全くないよ。だけど、スタンフォードですよ。スタンフォードであったって何であったって、それがね、いや、例えば天文学者が言うてんやったら、これはね、話はね、大きく変わるんだ。それはね、なんか数年前にでもハーバードの天体物理学者がそういうこと言ってるっていう記事が今出てきましたね。本当ですか？そうそうそう。いや、そうか。ちょっとなんかそういうくすぶっ
ってる感じのことはあるのかもしれないですね。まあ、いやそれはもうずっとくすぶってますよ。ずっとくすぶってますか。あのたくさんある可能性のうちの一つとして、こういう可能性もあるっていう仮説ぐらいで言っとく分には、まあ言っといてもいいだろうとは思いますけど、断定的に 100% とか言うんだったら、本当に根拠を示せって思っちゃいますね。いや根拠はね、いや政府が隠してるなんて。それじゃあ、科学的な根拠ないですけど、ね、だけど観測している事実が、我々のレベルが違うという可能性は、だから100万円って言ってるんだから、すごいなんか確証を持ってるんじゃないんですか。そのいやいや、そんなものはないと思う。で、あるんなら出せよっていうことですよ。いや、科学ってものはやっぱりね、検証可能じゃないと意味がないわけよ。あ、いやいや、じゃあ科学の文脈で言ってるんじゃなくて、単にその人が対談の中で 100% って言っただけで、だから、まあ、その人の信念を言ってるわけですよ、ね。それは別に誰が何信じたっていいけど、何信じて客観性が全然ないってこと、ね。そう、いや、客観性が全然ない。いや、その100、スタンフォード大の先生が 100% って言ってるよっていう事実は、やっぱりなんかあるんじゃないかなと考えて、言ってる事実は認めるけど、何かあるっていうのはその先生がおかしいという事実だ。ああ、もうちょっとね、説明が必要ですよね、確かに。そうかな。どうですか。ちょっとぐらいそうかもしれない。いや、ない。そんなことね、取り上げてる暇はないと僕は思う。時間の無駄ですよ。うん、それなら せめてなんか壊れた機械の破片が出てきて、この物質は地球ちょっと作ってないとか、うん、なんかそんなもんあれば別ですけど。可能性としてだったら、なんかこう隕石に卵みたいなのくっついてきちゃって、なんか地球環境でたまたま生き延びたみたいな、そういううんとちっちゃい微生物みたいなレベルだったら、もしかしたらその宇宙由来のやつがいるかもしれないなぐらいのことは思わなくはないですけどね。いやだからね、天文学者、宇宙物理学者が研究してるのはね、もう前も言ったように、私は70年、80年代から、SETI、コミュニケーション、テレスティアル・インテリジェンス、地球外生命との通信という問題に関して、これはね、真面目にみんな研究してるんですよ。で見つかってないのよ。だから見つかってないのが何か、なぜかって、これまあフェルミパラドックスとか言われてるわけよ。フェルミがね、なんで宇宙人が地球に来てないんだって、これをね、フェルミのパラドックスと言うんですよ。前ね、なんか夏休み質問コーナーでこの話しました、ね。ありましたね。でね、もうちょっとね、真面目に考えたときに、いや、プローブをね、送るっていうことは不可能ではないのよ。でもね、ちょっと考えてみたら、一番近い星が、まあ大体4光年なんですよね、大体ね。まあ、そこにね、生命がおるかどうか知らんが、ね、4光年からここまで来ようとすると、どのぐらいかかるかというと、まあ高速で来ることはできないわけよ。高速で4年だけど、高速の10分の1で40年。で、10分の1は出せないよ。100分の1で、4年、400年。1000分の1で4000年。で、この4、で、なんでかって言ったらね、非常に高速で飛ぶとですね、ちょっとした隕石とか塵でもね、ものすごいエネルギー持ってるわけよ。だからね、壊れちまうのにね、それをね、どう避けるかっていう問題が、大きな問題があるんですよ。まあ、いろいろ問題があって、三体中映画が、いや、小説があるけど、あれでもね、結構近くなんですよね。今言ったら4光年ぐらいの星ですよね。このぐらいの、ね、話もありましたよね。いや、まあ、ともかく、まあ、素人がね、夢を語る分にはいいけどね、大学教授が言うてるからって、信憑性が全くない。それで僕は大学教授たって信用しないからね。そうですか。いや、変な大学教授いっぱい見てるから。さあ、そういうことで、この話は終了で、はい、終了です。はい、玉砕しました。はいはい